で、それからともう一つランクの話をする中で大事なことは、このランクと連立次方程式の解の関係です。で、前回の授業でですね、この定理 2.4 というところで、その連立次方程式の拡大係数行列を変形した、その解約解断行列の形と、それから連立次方程式の解の存在ですとか、個数の関係を学びましたけれども、これをランクの言葉を使って言い直すことができます。それをちょっと確認しておきます。それがですね、教科書は55ページの定理 2.16 と 2.17 に、ごめんなさい、2.15 と 2.16 ですね、にまとめられていますので、これをちょっとまとめて述べます。今、連立次方程式は AX イコール B という形にして、AX はこの X1 から XN という解ですね。それから A は M 行 N 列の行列とします。で、この連立次方程式の拡大係数行列は、この行列 A と列ベクトル B を並べた形とします。で、一応、連立次方程式を解いたことを、時のことを思い出しますと、これは前回の授業にもあったスライドをもう一回挙げますけれども、連立次方程式から拡大係数行列を作ります。で、これに行変形を施して、解約解断行列にします。で、この解断行列のからが表す連立次方程式の解っていうのが元の連立次方程式の解でしたという、そういう流れになっていました。で、これはですね、その定理 2.4 の1で、この解約解断行列の段数がですね、ちょうど n プラス1個の場合ですね、すなわち解約解断行列の一番、右側に1が出てくる場合、この場合は、その連立次方程式の前回の授業の説明ですと、この連立次方程式に0イコール1が含まれるので解は存在しないということだったんですが、これは実はランクの言葉で言うと、この解約解断行列のランクがちょうど R に等しくって、これは A のランクより大きいですよということを言っています。ですので、その解約解断行列のランクを調べていって、これがA のランクより大きくなったら、解は存在しないということになるわけですね。で、次ですけれども、今度はその解約解断行列の段数が n 以下の場合ですね。で、これはさらに r の値で倍分け、解断の段数の値で倍分けをしていました。で、このまず最初の場合ですね、これは解断の段数がちょうど a のランクに等しい場合ですね。これは、拡大係数行列のランクが A のランクに等しい場合、この場合はその方程式の解がただ一組に定まるということを言ってたんですが、ランクの言葉で言うと、これですね、拡大係数行列のランクと A のランクが等しい場合というふうに表すことができます。で、さらに今度はその階段の段数が A の列数よりも小さい場合ですね、この場合は解が無限個存在して、その自由度っていうのは n-r だったんですけども、これをランクの言葉で言うと、この解約解断行列のランクと A のランクが等しくて、それは n より小さいということを意味します。ということで、最後ですね、あとは定理 2.17 ではこの正次連立次方程式の解に関する説明がありますが、これも見ていきますと、正次連立次方程式の場合には拡大係数行列を行変形で解約解断行列にしていきますと、この2つのパターンのどちらかになるということを言っていました。で、この時は必ずこの解断の段数が n 以下になるので、自明な解を持つか非自明な解を持つか、いずれかの場合になるわけですね。で、ランクの R、つまり解約解断行列の解断の段数 R が A のランク N に等しい場合には、こういうケースになって、自明でない解を持たないということが言えます。一方で、この解断の段数 R が A のランクなんですけど、これは N より小さくなれば、自明でない解を持つと。で、また基本解という言葉を使うと、N マイナスランク A 個だけの基本解を持つということも分かるというわけです。ということで、ここで言いたいのは、その
方程式の性質を知るためには方程式の解を全部求めなければならないというわけではなくって、そのランクを調べるだけでその方程式が解を持つのか持たないのか、あるいは自明な解しか持たないのか非自明な解を持つのかということを知ることができるということですね。でランクを調べる計算というのはしばしば連立次方程式を全部解く計算よりもコストが低い場合がありますし、あとはその今日の授業でありましたようにその行列のランクに関するいろいろな性質がありますから、そういう性質を使うことでその頑張って連立次方程式を解かなくてもその解きたい問題の解に関する性質をランクから知ることができるということで、こういうことをいろいろやりましたので、今後その必要に応じて活用してもらえればと思います。ここまでよろしいでしょうか。